こんばんは、マーク・ローです。東京のアパートにいます。今日は日本語で、語ります。ですね、デイビッド・ボーイの話したいと思います。まあ、いつも、定番のブラックスターのポスターがここに貼ってあるんですけれども、こちらにもちょっと、アルバムのジャケ、デイビッド・ボーイ関係のアルバム2つ、話したい、をしたいと思います。こちらは、ブラックスターの私の2020年のブラックスターの映像。ボーイの、ブラックスターと他の映像のちょっと重なりとなります。そして、私は、Five Years to You、デイビッド・ボーイのトリビュートアルバムと、Same as We という、まあ、それもある意味のトリビュートアルバムですけど、様々な個性が違うので、まず Five Years からちょっと話したいと思います。Five Years というアルバムは、まあまあ、本当にトリビュートアルバムとして出そうと思ってる作品なんです。で、YouTube にすでに11曲、バージョン、Five Years というショートバージョンというのがあるんですね。それはオーディオだけですけど、音源だけですけど、それはまあ、ショートバージョンというと、11曲入ってまして、13曲のバージョンを Apple Music や Spotify に出そうと思っています。それは6月16日に出します。あの日はなぜかというと、あの日は、デイビッド・ボーイの名作のね、Ziggy Stardust and the Spiders from Mars のね、Ziggy Stardust, Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars。Ziggy Stardust というアルバムの50周年記念日となります。16日、6月ね。その日に出そうと思ってます。それで、ですね、あのアルバムは11曲ね、YouTube に入ってまして、ロングバージョンは出すのやつ、出すやつは、Apple Music、Spotify は、さらに2曲入ります。ワルザワ、77年のインスト、ローというアルバムからのインストと、80年の B サイド、アウトテイクのクリスタルジャパン、日本ね、日本、クリスタルジャパンという曲のインストのカバーが入ります。でさらに、私のバンドキャンプのページに行くと、ダウンロードしたら、その13曲バージョン、プラス2曲、リミックス、デイビッド・ボーイの声の入ってるミックスなんです。でそれは、unofficial って書いてまして、それをボーナストラックにしてます。なぜかというと、著作権の問題で、インターネットには出せない普通にでも、2曲は買おうとしたら、それはボーナストラックとして無料で入りますので、それは Heat という曲、ですね、Heat というのは、The Next Day というアルバムの最後の曲、Heat、スコット・ウォーカーっぽい声の入った曲と、Bring Me the Disco King Reality、2003年のアルバムの最後の曲のリミックス。どっちもなぜかそのアルバムの最後の最後の曲。リミックスたちです。そのアルバムはまあ、だからいろんな、時期、ボーイの時期からのカバーソングとなります。例えば Five Years は Ziggy Stardust からの1曲目。ちょっとロックな感じだけど、3つのアレンジ入ります。あとはまあ、様々ね。特にあの、ブラックスターの3曲が入りまして、私は2020年に、ブラックスター、I'm a Black Star, I'm a Black Star というアルバムを出しまして、全曲をカバーしているアルバムなんですけど、この映像の、このブラックスターのバージョンと、その2020年のブラックスターのミックスが違ったりとか、ダルデイズも入って、生々しいアコースティックバージョンが入ります。で、2020年のやつはベースも入って、ちょっと、ストリングス、打ち込みのストリングスも入ったりとか、ちょっとアレンジが違ったりとか。あとは、I can't give everything away。この、今の16日に出すやつは、アンビアントミックス、ドラムの入ってないミックスとか、ちょっと違ったりするバージョンと、入ったりしてまして、あとはまあ他の曲様々いろいろ YouTube でも聴けますので、ぜひ、聴いてみてください。
そしたら、もうつい最近できちゃったアルバムなんですけど、As Sane As We、 ちょっと目のやつが入ってるんですけど、目とこの、Broken Glass ね、Broken Glass、 Broken Glass もこっちの5 Years に入ってるんですけど、ローからの曲なんですけれども、As Sane As We っていうのが5曲しか入ってないんですけど、まあ、あの1曲は2曲が、なんていうので同時に入ってるというか、1曲が終わったらちょっとさーっていって、あのだから本当は6曲ですけど、5曲別々で入ってるアルバムなんですけど、曲はあのもう、サンデーっていうヒーデンからのアルバムの、再アレンジと All the Mad Men の再アレンジ、70年の曲、真ん中に入ってるのが Christian F. in Covidian Berlin っていうのは、オリジナル曲で即興的なエクスペリメンタルね、体験的な音楽で、ちょっとまあボーイのレファレンス、そのボーイ、ヒーローズとかベルリン三部作の時期のいろいろレファレンスが入ってる曲なんですよね。長いです、14分15分弱ぐらい、ちょっとダークアンビアントとちょっとギターの即興、ボーカルの即興ビートも入ったりしてる、ノイズも入ったりしてる長い曲ですね。オリジナルですけど、ボーイの捧げる曲で、4曲目はそのワルザワ、またね、77年のインスト系の再アレンジ再ミックス、違う2022年のミックスと I Can't Read、初めて私がティンマシンっていうバンドのカバー、ボーイの入ったバンドのカバーで、ボーイが97年とかそれぐらいにリーブスカブラウスって当時の、一緒にやってたギタリストをアレンジしてアコースティックバージョンがあったんですよね。それを従ってクラシックギターで弾いてる、まあアコースティックバージョンとちょっとアンビエント的な音を入れて、で最後の曲はMy Death。My Death っていうのはジャック・ブレルっていうフランスの、ジャック・ブレル、フランスのまあ、歌手、シンガーソングライターっていうかね、もう、いろいろやってた人だけど、あのデビッド・ボーイがその曲をゼギ・スターダストの最後の最後のアラジン戦ツアーだったけど、ペネ・ベイカーっていうまあ監督の、撮ったライブの、まあ、映像に入ってる名曲、My Death って言うんですけど、もっともっとデイビッド・ボーイの書いた曲ではないんですけれども、デイビッド・ボーイがカバーして、90年代にも、やったりしてたんですね、バンドと。で、その曲は最後に、My Death、私の今のアレンジ。昔実は僕が My Death をアレンジして出したんですけれども、これは、再アレンジ。リミックスされたもので、かなり違って新しくなってます。でこのアルバムはその5曲6曲と考えてもいいんですけど、まあ、5曲入ってまして、でそれもまあ、今バンドキャンプで聴けます。まだこれから、まあ、YouTube とか Apple Music とか出しますが、まだ、今はまあバンドキャンプで聴いてください。今次の映像流してきたんですけど、これは Breaking Glass という、77年の、ボーカルの、カバーソングですけど、これはさっきの5 Years に入っている曲なんですが、それでまあだから両方デイビッド・ボーイのあって、2020年の I'm a Blackstar というのもまあ、出したままです。YouTube でも聴けますし、 Apple、Spotify、Amazon などなどでも、ブラックストアの全曲をカバーしたアルバムですね。で、5 Years にその3曲そこからの再アレンジが入ってるんですけど、もともとの2020年のアルバムもぜひぜひ聴いてみてください。それは全曲、ブラックストアの7曲とも全部、あの、オリジナル、なんていうんですかね、アレンジと順番、オリジナルアルバム順番と同じく、ありまして、もう10分になりますので、この、トークが。まあ、ここまで
ようかなと思ってるんですけれども、ぜひとも、デイビッド・ボーイのファンだったらぜひ、聞いてみてください。あとはやっぱり私は他もね、あの森公園、の映像3曲、本田明子という、僕とよくコラボしてる人が撮ってくれた公演でやった3曲の入ったシリーズが最近できちゃって、それにも2曲3曲の中で2曲はデイビッド・ボーイのカバーです。1曲は Five Years というアルバムと全然違うバージョン、アコースティックバージョン、生々しいバージョン公演でやったのと、もう1曲は All the Mad Men、Same as We という歌詞はその曲から来てる。それもまあ生々しい、クラシックギターで弾いたバージョンで、暗い公園で撮ったやつで、光がちょっとピカピカピカとなってる感じがちょっと雰囲気のいいホラー的な映像だと思うんで、ぜひ時間があれば見てってください。まあ、3曲目はちなみに Hope という私の自分のオリジナルの即興の曲なんですが、ありがとうございました。いつも、応援してくれてありがたく思います。じゃあまた会いましょう。ありがとうございました。Please listen to the David Bowie tributes by Mark Lowe. Thank you.